私だけじゃないはずですよね。北極圏と呼ばれていたこのマップのお名前が、マンネルハイム線という名前になったことで、どこのマップだ?と、なった人は、どこかの国の列車の路線のお名前かな?とか、住宅カンパニーの名前かな?とか、内心思ってたんですけどね。まあそれはそうと、そんな旧北極圏、マンネルハイム線に、初めて振られた時の試合です。何の音だ?あ、砲撃か、びっくりしたよ。何事かと思ったですよ、はい。味方は、ギアトップの T 点が、先行してくれてるのか。なるほどね。このマップは、どこか変わったところでも、あるのだろうか。一見して HD 構えと同じでも、微妙な起伏の違いで、立ち回り変わったマップや、全く別物になったマップが、ほとんどだもんな。あ、T 点さん、そんなとこ行けるんですか?大丈夫?水没しない?あ、お水に落ちてる。大丈夫かな?おっと、バレてしまったか。あ、すごいね T 点さん、そんな強引に、そっち側行けるんだ。初めて知ったよ。前から行けた感じ?それなら駆逐戦車に通行料取られないやつじゃない?知らなかったな。ちょっとオイラもそれ、やってみたい。知らないこと、どんどん試してみたいぞ。そして、糧にするんだ、経験って大事だしね。でも今更そこ行ったら、対面から撃たれちゃうかな。危険かな。いや、やりたい、やってみたい。明らかに危険だけど、すごい試してみたい。行くぞ。今だ、今ならいける気がする。はう?いや、しかし T 点さんさっき向こう岸行ってた、まだ焦るような時間ではない。あ、これはさすがにまずいぞ。なんでこんなことしたし。なんかさ、一生、忘れない感じがする。そんなヘマ、戦犯行為を、やった感じでいっぱいです。どうもこんにちは、T1 スタイルズです。ちょっと本編始める前に、食べらせてくださいませ。先ほどの試合は申したように、マンネルハイム戦に、初めて振られた時の模様です。そして前回までに申していたように、ボットを久しぶりにプレイし、ブランクで下手くそに戻っていた頃の試合。だとしてもさ、あれはないですよねー。いやもし向こう側に行けてたとしても、タイミング悪いは戦力的価値も薄いは、今見返すと、なんて無茶をしたんだろうってね。ブランクのせい以前に、何してるんだかと。呆れちゃったよね、自分にさ。さっきのはさすがにどう超えてたとしても、あれぐらい何もできずに活躍できない試合が、十数戦続いてさ。これはまずいわやばいわと、聖地屋に舞い戻り、リハビリに、専念していたわけなんですよ。エイム下手だわ立ち回り下手だわ、ほんと、今まで何を学んできたんだよって、自分にやきもきしちゃったよね。でも、ご安心くださいませ。相当感覚、戻ってまいりましたからね。そこで試合が始まる前に、こうだべりながら、感覚が戻ってきてる様子をバックに、食べらせてもらっております。あ、でもこれ今ぐだってるね。敵が無理やり来ちゃったからさ。ですね。ちょっと今回は、本編がサクサクと進んでしまい、乗っていく戦車をご紹介できないので、前もってこちらで、紹介させていただきます。今回乗っていく戦車は、ソ連のティア9ミディアムタンク、OV8 と、キプイリスタ、ブリタッチです。以前はティア10戦車だったこちらの戦車ですが、知らぬ間にティア9に降格されていました。ソ連ティア9ミディアムタンクとしては大口径の、122mm 砲を搭載できる戦車です。
と言っても、同格の105ミリ砲、ロイヤルオードナンス、もしくはそのライセンス砲と同じダメージの、単発平均390ほどの手法です。でも口径が大きいので、スウェーデン駆逐などなど、3倍ルールで抜けるのが特徴ですね。加えて中戦車としては超隠蔽であり、装甲も、そこそこ硬い戦車です。加えて車体がペタンコのため、被弾しにくいって特徴もあるかな？弱点としては、高精度が、結構劣悪です。さらに少しもっさりとした機動力であり、スピードが乗ってくるのに、時間がかかります。もともとティア10の戦車であり、少しずつ使ってきていたのですが、ティア9となってしまい、ぼちぼち乗っている次第ですね。でもしかし、リハビリもできてない時に乗り始めてしまったので、いい成績をまだ残せていなかったりします。今回の動画は、こちらの戦車に乗り、久しぶりに、3人の中戦車小隊で連携し、敵を翻弄していく様子を、お見せしていきたいと思います。昔はさ、快速トリオだの言って、結構中戦車小隊で、連携している様子を多く取り上げてきてたんだけどね。ここ最近は、全くなかったなぁと。いろいろな方と小隊を組む中で、駆逐戦車小隊とか、他にももろもろ、連携取りづらいエンジョイ小隊が増えてさ、成績よりも、個人プレイの集まりのような小隊が、多くなっちゃってたなぁと。それはそれで、個人個人楽しんでいたので、良かったのかもしれませんが。でもやっぱり小隊組むからには、足並み合わせて連携して敵をやっつけていく方が、勝率的にも見栄え的にも、かっこいいですよね。私としてもそういう小隊での連携を、前々から見せていきたいなぁと考えていたんですけどね。振り返ってみると、戦車種合わせてくれるフレンドって、少ないなぁと。今回はリハビリ明けで、そこそこ連携も取れたのでね。調子が戻ってきた様子と合わせて、そちらをご覧いただきたいと思います。それでは本編、お送りさせていただきまーす。はい。マップはウエストフィールド、オブエイクトチプエリスタプリサッチで、出撃します。招待メンバーは、レオパルドプロトタイプ A に乗るソーリーさん。そして、我がリアルフレンド、T54 に乗るクリオスさんとの招待で、攻めていきたいと思います。敵の位置招待が軽戦車と中戦車2枚の構成なので、勝ち合わせそうだな。これは一気に東側、K ラインまで、張り付いた方がいいな。うむ、クリオスについていくよ。敵は軽戦車だけ足並みがずれてくると思うんで、それから叩けるといいですね。うむ、ソーリーさん、期待してますぞ。そんなわけで、今回は3人で、団体行動をとっていきたいと思います。投範能力という面では、レオパルドはもちろん、T54 にも及ばないか。当たり前だ、こっちより強い方を携えて、しかも硬くて、そちらの方が早いですぜ、不満しか出ねえよ。現状ティア10じゃ、そういうことも起きてんだよなぁ。なんだと？はいはい、口はいいから、一気に攻め込みますよ。了解。レオパルドの足生かして、ここは敵よりも早く、起伏の裏に張り付きたいな。味方ブルドッグそこで止まっちゃうか、ここはついてきて欲しかったな。仕方ないって、正体でないと、言ったのに味方が付き合ってくれないで死にましたってこと、結構あるしさ。それはまさに俺ですな。正体での強み、活かしましょう。おうよ。敵軽戦車来てたぞ。やっぱり敵の位置プラトーン、こっち来てんな。こいつの走り撃ちは無理だな。よし、結構な上ブレダメージ。早速いいアドバンテージだ、逃がさず殺してしまうか。敵の430だ、1プラ早速合流か。お、ソーリーさんナイス、ここはヘルス管理で、敵の2両もやっちゃいたいね。あっと。とっさ打ちは厳しいなぁ。よし、ヘルス管理しながら、しっかり抜いていくぞ。ちょっとスタイルさん、ゴリゴリしないでくださいよ。あ、ごめんちゃい。はう、車体上部に当たったか、くそー。スタイル、しっかりな。ここは俺がダメージ受けるから頼むぞ。了解、次は抜くよ。なるほど、ヘルス管理か。正体でこういう連携はあまり経験ないんで、勉強なります。ブルドッグが気を引きに来てくれたな。ここは攻め時だ。もうほんと、甘い球全部弾くんだから。落ち着け、リハビリは終わったんだろうが。そこだ。そっちの430優先だな。敵さんもしっかりヘルスを管理しながらカバー合ってるって誰だね。ここは側面からも奇襲したいっすね。禁断、本気だな、クソー。無理するなスタイル、ここは俺が受けるから。すまん、一旦引いて、側面から撃つわ。おう、前は任せろ。ハルダウンされちゃってますね。なーに、
スタイルが横からぶち抜いてくれるさ。責任重大。少年は任せろ。そのために俺がヘルス温存してきたんだからな。ナイス。一気に畳みかけんぞ。一応後方も警戒、自走砲はいないけど、まだ見えてない戦車いるから。よし、敵一プラゲッハだな。こっちは結構消耗したけど、一両も落とさず、敵三両やれたのは大きいっすね。ちょっと久しぶりに全力疾走して、息が上がったような感じなんですけどね。はは、リハビリリハビリ言ってた後に、久しぶりに招待ラッシュはきついかな。いやかなりきついっすね。今のシーンも、抜けないわ、角度悪いわ、攻め急いでるわで、細かなミスのオンパレードだったし。そこをカバーするのが招待だ。いいこと言うね。じゃあこっからは、狙撃で稼がせてもらうか。ちょっと待った、機動戦の癖が抜けてない。あんな遠くにオートエイムかましてどうすんだっての。高精度悪くて狙撃は褒めること多い戦車だけど、いい感じじゃないか今回。ラインメタルはそっちでやるか。ナイスっす。ISU が逃げてるな。ここから見れるかな。あっと、入るときにバレてんな。T44 の100がスポットしてるか、ISU が茂みで双眼鏡開いてるのかな。ISU でワンパンあるから、控えめに行くわ。うお、大見た淳が喜びそうなくらい、派手に爆破したな。そして ISU が、やっぱり撃てる位置潜ってんな。発見したけどな。500メーター超えとなると、スポット取ってたの、こいつじゃなくて44の100か。てかまたオートエイムグセ戻ってきてる。ダメ、それ使っちゃダメ、あっせんなよっての。しっかりやれば抜けんだから。しかしその44の100、一体どこにいるんだ？結構捜索の手広げてたと思ったけど。クリオスさんバレてないの？ ISU に撃ってバレてるから、ちょっとわからないかな。そうだったね。おろ？ここでバレるぞ。おいクリオス、そっちしっかり探してるのかよ。は、やめんなよ。ひまっ開いて血眼で探してんよ。じゃこっち側見逃してるのか？俺6巻機関ねえから、このまま重戦車側の支援と、駆逐戦車スポットしてくるわ。おう。あ、バレた。え、やっぱこっち？でもこれ、後ろからスポットされてね。わっかんねえなー。そんなんいいからこれ、やっと A 踏んだ後見つけたぞ。そっちから撃ってくれ。後ろ気になるんだけどなー。まあしょうがない、後回しだな。おい、まだか？待て待て、今撃てるとこ来たから。抜けるとは言っていない。頼むぜ、俺死んじゃうから。次はしっかりと。やったぜ。その調子で頼むぞ。違う違う。スカート部分じゃ弾かれるからさ、しっかり車輪抜きをしてくださいっての。そう、そんな感じよ。ナイス。あ、クリオスさん、今ので俺とスタイルさん、3両撃破できましたよ。お、あとクリオスが1両潰せれば、潜入ですね。ちょ、お、マジで？責任重大。狙っちゃいますか？もちろんだぜ、ここまでいい流れだから、俺らが潜入だってとこ、見せつけてやんよ。そういうことなので、ソーリーさん、私たちは生存優先で、キルはクリオスさんに譲る感じでお願いします。了解です。ちょっと疲れたから、オイラは高みの見物でいいかな。なーに、センチュリオンを、軽くペロッとしてやんよ。あと一撃です、クリオスさん。弾かれたー。はい、知ってたよ。ちょっとでも期待したオイラたちがバカだったよ。でもほら、まだ44の100がいるからさ。ね、はいはい、神隠しの443ですね。どこにいるんでしょうねー。探さないとですねー。あ、諦めるな。俺たちの戦いは、まだ終わってないぞ。まあそうなんだけど。見つかりすらしないなー。あいつほんとどこいるんだ？
通にそこにいるじゃんよ。クリオスさん、あなたちゃんと探したって言いましたよね。そんな話は後だ、俺にくれー。そいつの魂俺にくれー。わー。視聴者さんも、予想通りの展開だと思いますよ。畜生、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 畜生。はい、戦闘結果です。サンバッジと、正体で立ち回った関係上、戦績の見栄えは、戦友とか取れたわけでもないので、パッとしませんがね。まあそれでも、序盤から敵の正体を無効化でき、その後も視界と狙撃でクロスファイアーできたなど、久しぶりに連携フル活用で戦えまして、気持ちの良い試合でした。個人的な反省点は、敵戦車を序盤、冷静に弱点を狙って対処できなかったことや、防御が甘々だったことですね。加えてオートエイム癖が再発していたりと、振り返ってみてみると、まだまだ反省すべき点は、多かったなぁと。そこはもう少し経験重ねて、覚えていきたいと思います。動画投稿初期の頃は、ほとんどがこうした連携だったのですがね。最近はほんと、正体くんでもなかなかこうして連携した立ち回りをしてこなかったので、楽しい試合でしたね。エンジョイデーゆえ、なかなかこうしたプレイを仲間でできないのですが、またクリオスさんと組んだ時などには、お見せしていければと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。モチベーションにつながり、励みにもなりますので、コメントやチャンネル登録、お待ちしております。ウポツだけでも嬉しいですのでね。ではではまた次回お会いいたしましょう。まったねー。